砂川市は北海道中部に位置し、空地総合振興局管内に属するし、かつては石炭産業で栄えていた。現在は市内に菓子店が多いことから、砂川スイートロードとして PR している。町の緑化に力を入れており、2006年3月現在、市民1人当たりの都市公園面積は189平方メートルで日本一である。市名の由来は、 アイヌ語のおたうし内を予訳したものであり、これを翻訳した地名が歌市内である。砂川市中心部周辺の空中写真。2007年5月28日撮影の16枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。空地総合振興局中部、石狩川と空地川の合流地点南部に位置する。 河川故障消滅集落2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で、人口零人の消滅集落となっている。歴代市長、財政状況資金不足比率砂川市立、病院砂川郵便局北家老砂川、本店のお京新聞社電力北海道、砂川高等学校砂川駅級砂川ターミナル、砂川 SA 市内に、空港は存在しないが、 公共用ヘリポートが存在する。高速道路国道道道砂川オアシスパーク、ソメスサドル砂川工場市指定。ありがとうございます。